こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2202年、いよいよ護衛艦伊豆、物回収が始まる。外見上からは変わらない回収になるようだが、一番の目的は、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B を艦載可能にするための回収が行われる。オリンピックイヤーのこの年に、コロナウイルス対策と何かと日本が抱える問題は大きいのかもしれない。自衛隊の協力のもとウイルス問題もこれからどうなるかは、わからない状況になってきた。南シナ海から第一列島線と日本の重要ラインが変わってきている。2018年末、海上自衛隊が保有する最大の護衛艦、いずもの改修工事が決定され、事実上、戦後初の航空母艦に生まれ変わることを伝えた報道は、記憶に新しいだろう。護衛艦いずもと同型艦である加賀の両艦は、この改修によって短距離離陸垂直着艦が可能な F-35B ステルス戦闘機を艦載機として運用できる航空母艦となる。ただし政府見解としては常時 F-35B ステルス戦闘機を艦載機として運用するものではなく、あくまで有事における限定的な運用とすることが前提だと説明されている。長さ約248メートルの全通甲板を備え、改修以前から外観上は、航空母艦との近似が指摘されてきた護衛艦、いずもであるが、その用途には、もちろん、自然災害への対応も含まれている。現状でも、ヘリコプターを多数艦載可能な護衛艦、いずもはこれらを、駆使した被災者の救助活動や、支援物資の運搬にも、その積載能力を発揮する存在となるだろう。護衛艦いずもは、その艦内に緊急手術や手当までも行うことが可能な医療設備を備えており、迅速な救助活動の拠点としての機能も果たすものと期待されている。ただ、そうした活用方法がある一方、沖縄周辺や尖閣諸島をはじめとする離島防衛の重要性が増大する中では、やはり軍事上のイニシアティブを握る運用が要求される状況にある。近年の南シナ海などでの中国の行為は、日本を含む周辺諸国にとって看過することのできない、非常に大きな問題となってきているためだ。急速に軍備拡張を続ける中国は、旧ソ連製の航空母艦を改修した遼寧の運用と並行し、純国産の航空母艦を建造。将来的には、カタパルトを備えた航空母艦も配備する計画を進めている。中国は、まず目をつけた無人島に、人員を強制避難という名目で上陸させ、その存在をもって、占有の既成事実化を推し進め、強引に自国の領土とするという手法を繰り返している。こうした軍事力を背景とした中国の南シナ海での動きに対し、アメリカ海軍は、航海の自由作戦と名付けた艦艇派遣を行い牽制を、図っているものの圧力は高まる一方だ。この状況下において、高度な秘匿性を備えた F-35B ステルス戦闘機の有用性は、対中国の観点からも前にも増した戦力として注目を集めるものとなっている。具体的には、尖閣諸島などの島嶼防衛を可能にするための、
敵情視察・偵察任務への運用をまず第一に挙げることができるだろう。これはそのステルス性能の実現のため、航続距離自体はこれまでの戦闘機と比べても短い F-35B ステルス戦闘機を活動可能な海域まで送り込むことが実現できるからだ。航空自衛隊が F-35B ステルス戦闘機を艦載機として運用可能となるまでは今しばらくの時間を必要とするだろうが、すでに岩国基地にはアメリカの F-35B ステルス戦闘機が存在する。これらも佐世保を母港とする強襲揚陸艦ワスプでの運用が公表されているが、護衛艦出雲加賀の改修が完了すればその代替の役割も可能と考えられる。中国側から見れば複数のこれらの艦艇を監視牽制せざる得ない上に、 F-35B ステルス戦闘機そのものの性能に対しても多方面からの対応を強いられることになる。これに割く人員や装備などを考慮すれば、中国海軍は迂闊に日本の領海周辺での自由な作戦行動はできず、非常に大きな抑止効果を持つものと言えそうだ。また、こうした離島においては、すべての島に飛行場はないため、護衛艦出雲は当然のことながら移動可能な飛行場として機能する。拠点足り得る。しかも、仮に上陸を許してしまった最悪のケースへの対処として、近年新設された水陸機動団が展開、投入される事態となれば強力な航空支援を担うものとなるだろう。前述の強襲揚陸艦ワスプでの F-35B ステルス戦闘機の運用状況についても、自衛隊では複数回の視察、ベンチマークを実施していることが報じられている。これらアメリカの艦艇だけでなく、F-35B ステルス戦闘機はイギリス海軍の最新鋭航空母艦、クイーン・エリザベスでもアメリカ軍と共同での運用が行われている。こうした西側諸国からの運用情報のフィードバックも今後ますます進められ、もはや自国だけでは中国に対抗できない国々の防衛連携の緊密化が予想されている。F-35B ステルス戦闘機の機体そのものもこれからの調達であり、操縦士の育成・訓練を進める自衛隊においてはそうした事前情報が多いことは幸いと言えるかもしれない。そもそも近代戦の必須要素として航空機や艦船単体のみの情報ではなく、友軍すべてのネットワーク情報連携が重要となる中で、 F-35B ステルス戦闘機の運用は試金石となろう。この重要性を考えるとき、自国の電子機器からファーウェイを排除しようとするアメリカの動向は無理からぬ投資家の行動だと考えられる。出雲と同じ大きさ、全通艦板を持つ空母には、この F-35B ステルス戦闘機を艦載可能になってきた。同じ F-35 投資戦闘はないだろう。世界でも多くの国が、この F-35 ステルス戦闘機を導入を検討。F-35B 戦闘機を使用することになる。南シナ海での合同訓練もあるだろう。空母と伊豆、モノ連携がこの先見ることが可能になるかも。ワスプ級強襲揚陸艦の視察を何度も繰り返すことと、訓練に参加することもまた必要になってくる。はじめから的確な運用はできないだろうが、そこは
幾度となく訓練を繰り返すことで可能になるのではと考える。だが F-35B の機体寿命は短いことも覚えておこう。